アポテです。じゃーということで今日は、ミヤイティーザーということで、なんか出ましたね。うん、さっきね、ミヤイの、新曲ね。新曲、クリックの MV ティーザーの2が出たんですけど、まあ1もね、2日前に出てるので、ちょっと1と2を、ちょっと見ていこうよっていう、お話だわな。まあ、このチャンネルってね、基本ショーツがね、多かったと思うんですけど、今後の横動画も、ちょっといっぱいやっていこうかなっていうことで、で、まあ、K-POP を中心に、はい、いろいろと出していこうと思うので、ぜひこの横動画も、楽しんでもらえたらなと思います。基本的にね、リアクションとか、まあ、その他、もろもろ、なんかいろいろやってきます。で、その時の流行りの K-POP だったり、気になってる K-POP だったり、なんかダンス、なんかグッズ買える、わからんけど、なんかやってくから、ちょっとまた新しいね、ポテ、踊るポテもちょっと見てもらえたらなと思います。ということで、見ていきましょうか。ねえ。はい、じゃあまず2日前に出たね、ティーザー1から、ちょっと見ていかせてください。すいません、見ていかせてください。行きます。あ、ちなみに僕はみゆちゃん推しです。みゆちゃん推しで、ま、ランちゃんも、もう推しです。うん。みゆらん推しって言っていいのかな?さくらんぼけみね。うん、さくらんぼけみ推しって言っていいのかもしれない。うん、そんぐらいちょっとお二人好きです。ありがとうございます。すみません。見ていきましょうか。はい。あいあい。ちょ、いいですね。ちょ、でも、ちょ、最初、ココロちゃんからの、ココロちゃんだよね。ちょっと、曇りすぎてる。画面が曇りすぎてる。ココロちゃんだよね、これ。うん。いいね。で、このみゆちゃん。あ、もう一緒にみゆちゃん。で、これランちゃんもいるね。うん。青春が、あ、いいです。しずくちゃんね。あらい。えい。あ、ちょ、かわいい。今のつづみちゃん可愛かったな、めっちゃ。ほら、早ない?え、なんか、早すない?もうちょっと堪能させていただきたいんだけど、だけ。よしいい。いや、このつづみちゃんめっちゃ可愛い。わかる?この、なんか、スタイリングっていうの?この髪型、髪色?この、ついてるもの?うん、すべてにおいて可愛いわ、つづみちゃん。で、はい。あ、みんなの顔、みんなの顔。クリック、クリック。クエクエ、チョコボール。よし。まあ、これもみんな見てるよね。うん、僕ももう正直見てます。次です。今日出たやつです。うん。まあ、今日そっちが本命ということで、はい。このね、すずちゃんがサムネになってるんだけど、クエクエって書いてあるね。クエクエって書いてあって、萌え袖すずちゃんからの。はい。ちょっと見ていこうよ。で、いきますよ。で、じゃあ2、いきます。はい。踊ってます。あ、いい!いいじゃない、今のポーズ。ももな。いいわ、リノンからのランちゃん。行くよ。はい、こういいです。この3人、このすずちゃん、4人。あ、いいね。最初3人で構成させられるわ。最初3人で構成させられるわ、これ。ね?モモナからの、はい、リノン、ラン、リノン、モモナ。ここね、モモナ、リノン、ラン、リノン、モモナやな。うん。で、スーズ。うん。かわいい。いいね、しずくちゃん。あ、いい。あ、これ、ボーカルラインからの、ダンスブレイク。ランちゃん、ダンスブレイク。いいね。これみんなが待ってるランちゃん、ダンスブレイクやん。いいやん。いいね。あ、かわいい。ちょ待って、ごめん、かわいい、かわいい。はい、こっからこう、みんな来て、あ、いいね。コンセプトがまだわからん。あやねちゃんも来て、あ、いいね。あ、これ、今の一瞬止めたい。今の一瞬で止めさせていただきたいのだが、じゃ、ここやね。これちょっとかわいすぎやしやせんか?わし、メロメロでごわす。いやー、いいぞ。いいぞ、いや、いい。めっちゃいいやん。ダンスブレイクあって、なんかピンクいバイクとか乗ってて、おい、ランちゃん無双しすぎだろ。クエクエ。あ、言わないんや。恥ずかしい。はい、ということでちょっと見てきたんですけど、ま、ちょっといいかもね。まあ、青春感の、制服着てるから青春感もありつつ、なんか、パフューム味のなんかこういう、なんかちょっとアンドロイドじゃないけども、なんか、なんていうの?わかる?あの感じもありつつ、
ランちゃん可愛いつつ、うん、ランちゃん可愛いつつっていうのあるから、これで、なんかいつだっけ ?3 月25だよね。3月25だから明日ミーアイデビューシングル未来は、4月17。だけど、クリック MV デジタルリリースは3月25って書いてあるね。うん。うん。明日や。明日の何時なんだろう、ちょっとわかんないよ、その辺。ちょ、また明日わかんないけど、MV が出たらね、そちらもちょっとリアクションしていこうかなと思うので、ちょっとみんなみっちゃんのこの横動画もちょっと愛してもらえたらなと思います。ちょっとね、楽しみ。ちょ、ランちゃんが無双しとったな。ほら。うん、これ楽しみや、ちょっと。あとは、みゆちゃんがどんだけだとかましてくるか。まあ、僕の推しの二人。どんだけかましてくるか、っていうお話になってくる。はいはい。で、ただ、つづみちゃんもちょっと、いいね。つづみちゃんのちょっとバタフライがあるから、あれもすごい良かったのよ。つづみちゃんもちょっと、今なんかスタイリングというかね、僕好みだったので、ちょっと、その三人を主に期待して、まあ、全員ちょっと、楽しみです。すいません。ということで、バタフライ。